テリハボクは、テリハボク科の常緑鉱木。方言名は、ヤラボ、ヤラブ、ヤラブ、タラブ、ドクギなど。太平洋諸島、オーストラリア、東南アジア、インド、マダガスカルなどの海岸近くに分布し、また、世界の熱帯、亜熱帯で広く栽培される。日本では、南西諸島と小笠原諸島に自生するが、これらは、移入によるとの考えもある。 花果実成長は遅いが、高さは10から20メートルほどになる。葉は耐性し、楕円形、長さ10から15センチメートルほどで光沢があり、裏面は葉脈が目立つ。花は、計2から3センチで10個前後が、相乗果女につく。両生下で、脂肪上位、花弁は白く4個、有水は黄色く多数、方向がある。果実は、センチほどのので、 赤褐色に熟し、大きい種子を一個含む。南西諸島では、見かけの、よく似た副儀とともに、防風林、防潮林として植えられる。干渉用にも栽培されるほか、材は固く強いので家屋丸木船や道具の材料に用いられる。小笠原諸島では、玉名の名称で親しまれ、材を用いて、化納を作った。種子から取れる油は、玉ぬオイルと呼ばれ、 食用にはならないが、外用薬や化粧品原料に使われる。また投下用にもされ、現在は、バイオディーゼル燃料に適するとして注目される。民間療法では、主肥を発疹性皮膚病に、樹皮を、殺虫、苦虫に、根を打撲症、リウマチ、月経不順、出血に用いる。服着も食彩に利用され、外見がよく似ており混同されやすいが、デリ波僕は歯に、 直線的な側脈が多数並ぶこと、樹皮に縦横の裂け目が目立つことで区別できる。ありがとうございます。